今回は世界に一つだけのすっごく素敵なスヌーピーグッズご紹介していきます。時は遡りますが、8月にこちらの動画出したの覚えていらっしゃる方いますでしょうか。実は世界に一つだけのオリジナルスヌーピーグッズを作れるお店がありまして、アトリエノティファイというお店なんですけども、そこで8月にオーダーした商品が10月に出来上がりまして、取りに行ったものを皆さんに公開できていなかったので、こちらご紹介していきます。概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひ前回の動画と合わせて見てみてください。もうね、スヌアイの本当に世界に一つだけのとっても素敵なグッズを作っていただきました。じゃじゃん。まずバッグ自体は、そもそも梅田のスヌーピーフェスティバルでゲットしたサーフショップのバッグになっております。後半戦に行った時に買ったバッグということもあって、その時のサーフショップエリアでもうこれラスト1個だったんですよ。で、これが裏側です。めちゃくちゃ可愛くないですか。しれっと見せちゃったんですけど、もうめちゃくちゃ可愛い刺繍です。この周りがそもそもこことかサイドの部分は刺繍になっていて、そことの相性も良くていいなと思って今回選びました。めちゃくちゃ可愛いですよね。オリジナルの刺繍をしていただけるということで、バッグとか自分の持っているものを持って行って入れていただけるという企画でして、2023年のね、梅田スヌーピーフェスティバル限定のデザイン入れていただきました。めちゃくちゃ可愛くないですか。そもそもこのバッグ自体、サイドにもこんな風にデザインがあって、表面にはめちゃくちゃ可愛いイラストで、このバッグ自体こう結構しっかりと四角いトートで物も入るし、使いやすそうだなという感じで、ちょっと欲しいなと思っていたので購入決断しました。こちらサーフショップの可愛いタグがついております。お値段が5280円でした。バッグでも刺繍が入れれるバッグと入れれないバッグがあるって言われまして、その時入れたいバッグ入れれないって言われちゃったんで、これも結構ギリギリなラインだったんですけど、ギリギリ入れていただけるということで、結構いろいろね、店員さんにも見ていただいて、ようやく入れれる可愛いバッグをゲットできました。金具もね、アンティークゴールドで大人っぽくて、この淡いブルーのお色味も可愛いですし、本当に全体的に気に入っております。めちゃくちゃ可愛い。この斜め掛けのベルトもついていますし、こちら取り外し可能なので、トートとしてもショルダーとしても使えます。そしてコンパクトサイズだなと思ってたんですけど、結構大容量に入ります。ポケットも大きめのポケットが2つこんな感じでついております。携帯入れるのもよし、ちょっとしたメイク道具入れるのもよし、ティッシュとハンカチ入れるのもよし。最近の私のバッグ事情的にはこの大きいポケットめちゃくちゃ助かるなと思ってます。そしてペットボトル入れるとめちゃくちゃ高さぴったりぐらいです。なので、全然こう持っていただいている時はペットボトルの蓋出ないかなという感じです。で、置くとちょっと高さがぴったりぐらいなので、角度によっては蓋見えるんですけど、ちょっと動画だと分かりにくいんですけど、ぴったりなので蓋が出ているというわけでもないです。寝かせてみるとこんな感じで、もう横幅がね、全く一緒、ペットボトルの高さと一緒ぐらいです。めちゃくちゃで、横に2本並べてそこに入れれるかもっていうぐらいの底の幅になっております。こんな感じで思ってたより結構物入れれるなっていうところに感動しました。マグネットでパチッと開閉も簡単ですし、思ってたより物も入れれるので、これから大活躍しそうな予感です。ちょっとね、受け取ったのが秋だったので、これは春夏にたくさん使いたいなと思ってます。もともと思ってたこのサーフショップのね、サーフィンしてるスヌさんめちゃくちゃ気に入ってて、別のバッグにつけてたんですけど、もうこれはこのバッグにつけるしかないでしょうという感じで、ちょっとね、今までもバッグにつけて持ち歩いてたので汚れが目立つんですが、今度からこちらのバッグにつけて持ち歩きたいと思います。可愛さ抜群ですよね。もう本
当に最高。これスヌアイのオフ会に初めて使おうと思っております。皆さんにも見ていただけたら嬉しいなと思ってます。今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったなと思ってくださった方はチャンネル登録、グッドボタン、コメントお待ちしております。オフ会でぜひ皆さんに見ていただきたいこの贅沢な刺繍を使ったバッグ、世界に一つだけっていうのもテンション上がります。ではじゃねバイ。